お疲れ様です。山田ジャックです。始まりました。山田ジャックのお疲れディオ。この1時間はあなたのお耳をジャックする。ということでね、えー、お送りしますけども。えー、先ほどのね、大ちゃん、高ちゃん、えー、お疲れ様でした。いや、最後の最後に大ちゃん、ちょっと笑ってもうたけど。<laughs> ね、えー生、生放送やから仕方がないですよね。えー、 あのね、今日最後の、えー、曲が、六甲おろし、ね。えー、吹奏楽のね、えー、指揮者の方が今日ゲストに、指揮者の先生がゲストに来てて、で、その、ね、えー、ああいうの六甲おろしって俺普通に今までなんとなく聞いとったけど、ちゃんとああいう、なんて吹奏楽なんやね。あそういう、 角度から聞いたことなかったから、お話聞いてから六クおろしを聴いたら、まあ確かにいろんな楽器がむちゃくちゃ入ってるんねんな思いながらね、聞かせてもらったんですけども。えー 僕は六甲おろし言うたら、僕なんかね、ちょっと、趣味が悪いんで、あの、ついつい一年に、さやな、二三回はあの、オマリーが歌ってる六甲おろしが、聞きたくなるんですよね。あれ、あの、オマリーっていう外国人選手がね、ものすごい音飛んだ歌い方するんですよね。あれがね、僕ちょっと笑けてきてて。で、まあ今 YouTube でもね、オマリー、 えー、ロックオロシーって検索したら出てくるんですけど、それをね、あの、なんとも、その外国人が歌う、ね、あの,ー <coughs> あの、ロックオロシーっていうのがね、また、お、もう、音程とか、全く飛びすぎてて面白いなと思うんですけども、うん。えー、ね、まあ、あとはね、あの、まあ、阪神タイガースももちろん、 まあまあまあね、関西に住んでるから、まあ、どうしてもこうファンになるって言ったらおかしいけど、うーん、会話とか聞こえてくる会話がね、ずっと阪神のこととかが多かったから、僕も、えー、大ちゃんと同じで野球ほぼ興味ないって言ったらおかしいけど、見ないんですけどもね。えー、でも、あれですよね。もう聞こえてくるからもう阪神が。だから、うーん。 知らず知らずにやっぱり阪神が勝ってたらちょっと嬉しいしね、日本一になったらそら、他の球団よりかは阪神が日本一になって嬉しいっていうね、気持ちでいますからね。でも、同じタイガー言うたらやっぱり僕はプロレスファンなんで、タイガーマスクをずっと僕は応援してたんで、えね、そうですね。 <laughs> あのー、1981年7月23日、佐山悟が凱旋してきてね。 こんなん語り出したらずーっと語りますから僕はねあ、もうこの辺でやめとかなあかんねんけども、えー、ダイナマイトキッドとね、えー、戦ったタイガーマスクの鮮烈なデビュー戦、あれ以来僕はもうタイガーマスクとプロレスが好きになりましたんで、同じタイガーやったらそのね、タイガースよりもタイガーマスクの方が僕は胸が熱くなるんですけども、えー、そうですね、今日は、 祝日、祭日ともね、勤労感謝の日ということでね、えー、あの、今日はね、いつも木曜日やから、あの、いつも僕嘆いてるじゃないですか、花毛のおばちゃんの時はね、人気があって、もうね、桜子姉さんとやってる桜と花の桜んラジオ、 あれは日曜日言うこともあって、まあ、しかも5時っていう、日曜の5時ってまあまあ、来やすいんかな。あの、本当にこのね、ラジオ岸和田の、ええー、ね、ブースの前にちょっとしたギャラリーみたいなのがあるんですけど、そこがもう、花毛のおばちゃん、ね、桜子姉さんファンで、バッとこう、本当に華やかになるんですよね。その点、僕のこの木曜日の、 土平日の木曜日、6時からって、まあまあみんななんかしてるやんか、家で。こんなん来まへんで、こんなラジオ騎士はなにね、僕を見に、52歳のおっさんを見になんか、そんなん来ないんですよ。で、いつもね、えー、もうこの頃、火がね、えー、もう落ちるのが早いから、もう暗くなってるでしょ。 今度は僕一人でこのブースでね、誰もいないギャラリーを見ながらずっと喋ってたらね、もう向こうのね、窓がね、暗いから鏡状態になっててね、一人のね、僕が喋ってんのがその鏡に映っててね、鏡というか窓に映ってて、なんか寂しいなるんですよね、すごいね。 それに比べて、やっぱり、あれですね、今日は祝日ですよ。誰か来てくれるんちゃうかな、誰か来てくれるんちゃうかな、思ったらね、やっぱりありがたいことにね、えー、来てくれましたよ。遠いところからね、もう、兵庫県の遠いところからね、ご夫婦で来てくださってありがたい、ありがとうございます。本当にね、ねあのー、 竹内先生とのね、TJ ブルースの方にも来ていただいてて、23日ひょっとしたらいけるかもしれませんって言うてくれとって、ああ、今日もしかしたら一人じゃないんちゃうかなと思ってたんですよ。ま,あ、まさか、ご夫婦でね、来てくださってありがたいなと。で、えー、ね、えー、嬉しいなと思っておりますよ。あれ <laughs> じゃあ,あ,あ、びっくりしたね。ねえ。 もう一組ご夫婦が、えー、来てくれてましてね、えー。ありがたいことですけどもね。堺、えー、東の方から、えー、来ていただきまして。はい。<laughs> はいえー、ありがたいですね,、うん、ね。お土産はあるんかな。<laughs> いやらしい。いやらしい。えー でもこうやってね、なんかこう、リスナーさん、ね、いつも聞いてくれてるリスナーさんが目の前にいてて、えー、あ本当にやっぱりね、だからさっきも言ったように、その僕は真っ暗な窓に向かっていつも喋ってるからさ、これ、聞いてくれてる人おんのかなってちょっと思ったりするんですよね。 ただ単に俺こういう閉じ込められたブースで52歳のおっさんが一人で喋ってるだけなんちゃうかなって時々思ったりするんやけど、ちゃんとね、聞こえてて、こうやってね、お休み都合ついた時間帯にこうやって僕の顔をね、見に来てくれてるっていうね、人たちがおるっていうことはやっぱり、ちゃんと電波に乗ってんねんなとね、あと僕がね、アーカイブで YouTube で残してますんで、ちゃんと聞いてくれてるんだなぁっていうのが本当に分かってね。 ほっとしますよ。本当にね。ありがとうございます。えー、そしてですね、今日は、まあ、祝日やってね。まあ、もう、もうぼ、ぼやきですよ。もう、俺の。もう、まあ、僕の弟子に花毛のおばちゃんっていうね。まあ、もう、怪物みたいなババアがおるんですけども。まあ、74歳。もう僕は、もうずっと願ってたんですよ。早く。 早く、あの、ね、後期高齢者になれって俺は願ってたんですよね。えー、だから、あんまりね、前期高齢者ってあんまり響き的に言いわへんし、ちょっとパワー、パワーワード的に弱いな、思ってたんですよね。それがね、74歳今、やっと年、この年明けてね、おばちゃん2月にね、75、後期高齢者になるんですよ。 これね、やっぱパワーワード的にね、山田ジャックの弟子に後期高齢者の花毛のおばちゃんがおるっつったらね、これも結構話題ですよ、これ。で、ね、う、嬉しいなと、もう、思ってるんですけども、この花毛のおばちゃんがね、最近ちょっとね、まあまあ人気、まあ、ジョーブログ君っていうね、すごい、その、 えーね、ユーチューバー、本当にすごいユーチューバーの人がいてて、その人と一緒にね、えー、仲良くさせてもらってるんで、まあ、花毛のおばちゃんっていうのがまず、もともとおったんですよ、花毛のおばちゃんは。で僕のちゃんと寄席にも出てたし、ライブにも出てたんですけども。ま まあ、その頃からお客さんには受けてましたけど、そないそないやっぱりね、山田ジャックがやるライブで出てても、そないこう、外にあんまり向かわへんかったんですよね。それが、ジョーブログ君んっていうもう、登録者が200万人超えのもう、怪物 YouTuber とね、ね一緒にやることによって、まあ、花毛のおばちゃんの人気が爆上がりしてね、んで、<laughs> 何ですかもう本当に、まあそのおかげでね、僕も花毛のおばちゃんと YouTube 番組持って、お料理番組持ってますんで、この頃ジャック師匠とかね、ジャックさんとかってよう声かけられるようになって、ほんまにありがたいんですけども、まあ花毛のおばちゃんが、えー、この前の月曜日ですか、えー、月曜日の月曜は夜更かしっていうね、 えー、マツコ・デラックスさんの番組に出たんですよね。で、まあ、ちょっとですけどね、街角インタビューで、えー、出してもらって、でそれが、まあ、よ,うよう受けてたんですよ、確かに、まあ、花毛のおばちゃんもね、やらしいから、なんかもうテ、テレビで自分が出てる画面撮ったんでしょうね、あれ、スマホで。で、どや、こんだけ受けてるやろみたいな感じで、俺に見せつけてくるの、送ってきてね、まあ、確かに俺,俺は。 家にテレビがない人なんで、えー、見てないんですけども、うん、送ってくるから、まあ、それ見たら、うん、だ確かに、まあ、よう受けてましたわ。ほんでね、何、まあ、花毛のおばちゃんって、いろんな、いろんな番組から、そういうちょっとね、まあ、った、ザ・大阪のおばちゃんみたいなキャラやから、よう、ちょっと、ちょっとインタビュー答えてやとか、そういう依頼で、いろんな番組には出てたんですよ。だけどね、改めて、マツコ・デラックスの、その、 月曜かから夜更かしあれ、のパワーすすごいっすねあれみんな見てるやん、ほぼ。あのー、放送終わった次の日から、まあ、その放送終わった瞬間から、まあ、花毛のおばあちゃんもそうやって教えてくれて出ててんで、ででででっ言うて、師匠見てやーいう感じやってんけど、うんまあ、それよりも他の人が、 ジャックさん今、花毛のおばちゃん出てんで、テレビみたいな感じで、えらい今日、ダイレクトメッセージとか、えー、あの、ねえー、LINE で教えてくれて、ああ、そうかいう感じやってんけど、もうその YouTube のコメントにも、今、おばちゃん出てた、おばちゃん出てたって、むちゃくちゃ、うん、コメントが寄せられて、うん。 まあでもね、YouTube、YouTube ってね、まあその、コメントくれたら米、米返し言うて、コメント返すのが、まあ言うたら、なんていうかな、まあ一応よしとされてる。別にコメント返せへん YouTuber もおるけど、俺、俺も実はね、あの、もうめんどくさい人ですよ、そういうの。でもやっぱり周りからコメントくれてる春書に、コメントを返したら、 えね、再生回数も伸びるし登録者も増えるよって言われたからまあまあね気持ちはねありがたい気持ちでずっといるんでこの頃はちゃんと米返ししてるんですよ僕ねいやもうあんなけんのおばちゃんの「テレビ見たわテレビ見たテレビ見たおばちゃん出てた」みたいな感じのコメントがぶわー来てるんですよもう大体返す言葉一緒やんもうありがとうございます 面白かったですね、みたいなね。それにね、全く同じ文章を返すのもあれやから、もう何,何十件、何百件と来てるんですよ。それにね、ちょっと一文字変えたりね、何、ね、ちょっと言葉足したりしながらね、コメントをね、返す。おばあちゃんは、そんなんやれへんから楽でええよ。俺,俺がそれをしてね。で、 ちゃんとコメント返しとってくれるかーって花,花毛のおばちゃんは俺に言うしうるさいわこいつと思いながらね、まあ、そういうことをあの昨日の月曜日のね、えー、夜からずーっと俺が月曜の夜更かしやんけって思いながらねずーっと米返しで忙しかったから、まあ、そ,そんなね、えー、感じでおばちゃんのねコメント返しましたよ。うん、でもそれだけ みんな見てんねんなぁ思ってびっくりしましたね。えー、でね、まあまあそんだけまあおばあちゃんも人気出てきて、うん、で、えー、インスタグラムのインスタライブっていうああいう生配信っていうんですか、ああいうのをなんかど,どっか避けてた部分があるんですよね、僕もおばあちゃんも。やらなかったんですよ。でもね、この前たまたま花毛のおばちゃんの家行って、で、 で、全然するつもりはなかったんですけど、なんか、ちょっと時間あるな、おばちゃんいっぺん試しにやで、言うて。インスタライブしてみる言うて。ほんなあおばちゃんも、な、弱できんのか、言うから。いや、ただ単にスタートボタン押したら開けちゃうかな、言うて。で、そうか、言うてね。で、<laughs> な、俺も YouTube で慣れてるから、これ、これね、ややこしいのはね、YouTube だけは、 横画面スマホを横にして撮るんですよ。でも他のインスタとか TikTok とかは全部縦仕様なんですよねそれを僕理解してなかったから普通に横向きの方が、ね、あの画面もでかいしって思って横向きにしてでおばちゃんといっぺんスタート押してみるで言うてポーンって始めたんですよね。 ほな普通インスタって地下アイドルの子とか今日の何時から何時インスタライブしますみたいな最初に告知振っといてやったりするでしょう。僕らほんまに思いつきでスタート押すで押しやジャック。ほんまに押すで言うて押してやったから何の予告もなしに始めたんですね。それに関わらずね、やっぱりね、えー、300, 人300人ぐらいがその 時生で見に来てくれて、えー、まあ面白かったんですけど、まあよ僕、横に向けとったから、だコメントが全部、なんていうの、普通によ、横向きにバーっと流れてくるんですよ。うん。よよなんかよ横向き、横向き扱いだから。だからもう俺、俺も自分でこう横にね、顔を向きながらコメント読んで、で、インスタグラムって、まあ、 あっちのやつやから、もちろんそのね、アカウント名の皆さんが、英語表記なんですよね。だからもう英語なんか、もう読まれへんし、もうむ、むっちゃくちゃややこしいなあ思いながら、な々なさんこんにちは、みたいな感じでね、えー、やってて、まあそれ、まあそうやって、えー、ね、ちょっと、 むち,ゃむちゃくちゃなところもありつつもやってみて、で、おばちゃんもちょっと面白かったから、えー、またたまにやろうかという話になってね、えー、で,でも、これ、またやや今、またアーカイブで残ってるから見てもらったらわかるんですけどね、僕ね、普段ウーバーアイズもしてるんですね、ウーバーアイズ中にね、ちょ9月ぐらいかな。 俺、スマホ落としたんですよ。バーンって。あのー、配達中にスマホが吹っ飛んでいったんですよ。なんか、たまたま噛み合ってなかったんでしょうねう。あの、ガチャってやるところがね。ええー。で、それでね、画面の端っこがね、バーンってちょっと日々入ったんですよ。うわーと思って。でも、別に画面の端っこやし、支障ないわー思ってね、そのままにしとったんですよ。ほんなら横を、 いつ,もいつもの僕のその何て言うんですかね、あの、YouTube、おばちゃんとの料理動画は普通な感じで、何て言うの普通に撮ってるから全然いけたんですけど、昨日分かったんですけど、その、昨日というかこの前分かったんですけど、おばちゃんと横向きのね、えー、スマホを置いて喋っとったらね、ちょうどね、インカメラにするでしょ。だから僕らを映すから。 らインカメラにしたら、インカメラのカメラのところに日々入ってんねん。ほんで、またおばちゃんと喋っとっ,たたっとったら、おばちゃんはくっきり綺麗に映すんだけど、俺のね、顔だけが日々ぶわー入りやがるの、それ。もうなんか、大月賢治みたいに日々ぶわー入っとって。ほんで、あの、いやー、思ってね、もうなんかゆ歪み、ゆ,ゆ歪んでんねん、俺の顔が。うん ねうわーってもうねうわーと思いながらまあそれを、うん、やってねでまあまあ面白かったなあっておなで,で今日や今日ほんでまたこれがまた今日花毛のおばちゃんが今度、えー、いつ ?25 の日からなんかあのー。 旅行行くで、友達と。そう。ほんで、旅、旅、旅行っていうんじゃないかな。なんか、うーん、えー、あるミュあ、あんまり僕はあんまり知らないんで、あれやけど、あるミュージシャンの、有名なミュージシャンがおって、もう最近ね、おばちゃんの交友関係がわからなくなって、あの、いっぱいいろんな、僕は名前知らんけど、あ、そんなに有名な人やったんっていう。 人とかとも最近仲がいいんで、それのつながりで、なんか和歌山にこライブ行くらしいんですよ。その人と仲良くて、打ち上げとか、何やったら、その日、そのミュージシャンが泊まるホテルで一緒に泊まるらしいんですよ、おばちゃん。どんだけそのミュージシャンに、あの、中入り込んでんねん思ったんですけどね。なら、俺もよくわかれへんけど、そういうなんか大おっ大きな、 イベントやといろ、和歌山のいろんな,なんていう、それこそなんかどこどこの社長とか、ね、いろんな力持ってる人がなんかその、ね、ミュージシャンきっか,きっかけで、あつそのなんか打ち上げする場所か、打ち上げするところもなんか広いらしいんですよ。で、そこになんか集まるらし,いらしいですよ、俺もちょっと詳しくは知らんけど、ほんならそこで交流会みたいなのが行われるんですって。ほんなら そこでなんかこう、ふ、ね、普段ライブで物販してるものをみんなであのなんていうの売り買いとかするしあの、花毛のおばちゃんやったら、ああ、花毛のおばちゃん知ってますよって、なんかそこでなんか物販の会みたいになるらしいんですよ。で、でも俺はコツ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 ね、この今年のね、夏前に花毛のおばちゃん T シャツっていう。 黒バージョンのね、T シャツ、花、花おばあ T シャツを作ったわけですよ。で、それをね、コツ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 売ってね、100枚、100枚、やっと売り切ったんですよ。ね。で、ありがたいことにね。で、うわぁ、やっと売れたな、もう、手持ちなしやって言うたときに、おばあちゃんが、ジャック、今度、 なんかえらい T シャツ売れる案件が来たで言うから、いや、もう物がないと、もうライブこの前のライブで売ってもうだしって,って、そやな、言うててんけども、またそのね世話を、よかれと思って世話焼いてくれる、あのオババーズというね、えー、オバばあずいうのがおんねんけど、ジャック、売れるで、そこ持っていったら、作れ、作れって言、えらい言うわけですよ。せっっかくここの前やっとこさ ねえ夏も終えてもう T シャツ販売時期じゃない季節的にないのにけどこの前のライブでやっと売り切ったからもう綺麗さっぱりでええのに作れ作れって言うからそんなに売れるもんなんてだけどそやな言うてどうしようかなってほんならあそうやともし同じパターンで作って分からへんやんこっちももしそこの。 うどうやらそういう、そこ、和歌山のそのところで売れ,る売れるらしいっていうのはあるけども、それがらしいやからさ、ボーんって作って、えらい大量に作って売れ残ったらさ、また俺、在庫が買えなあかんから、うん、それはやめとこう、なら、どうしたらいいか、もし売れへんかった時を見込んで、色違いを作ろうって,言って、まあ、デザインは一緒でもね。 で、今回、白バージョン、ホワイト T シャツを作ったんですよ。えー、もう、俺,俺も、ビビリアで、もう、あの、一番最低は20枚から作れんねん、その T シャツ屋さんが。ほんなら、 ね、50枚とか、60枚とかね、言えばええねんけど、一番最低何枚から作ったらいけるんですか ?20 枚でするから、ほな、20枚 <laughs> 言うてね、一番最低のね、もし、昇進者やから、そんなもう、在庫が買えの嫌やと思ってるから。で、ね、一番その、ね、20枚から作れますよの20枚を、 作ったんですよ白 T シャツをだからそれがや T シャツ屋さんから今日うちにね届いてでそのあさっておばちゃんが和歌山に持っていくから、えー、その重い重いまあ20枚でも T シャツ20枚だ結構大きな大量ですよそれをねえー、<laughs> ウーフバーイーツのカバンにズコーって入れておばちゃんのとこ持って行って。 ねえ、持ってきたねー言うてんな。まあ確かに、白 T シャツ、ね俺結構起点機会して白 T シャツ作ったら、もし売れ残った時も、ライブでやったら、あ、白バージョンも可愛いやん、欲しいって言うてくれる人がおるということを見込んで、作ったわけですよ。ほな確かにね、白 T シャツがこれ、可愛いんですよ。なんか色的に。今、ちょうどね、あのインスタグラムにおばちゃんが着てるとこ、あのう、 のっけたんで、まだ見てほしいんですけど、白 T シャツ可愛い思なぁ、これちょっと売れるんちゃうかなぁとか思うとって、で、えー、インスタグラムね、えー、それを持っていったから、持っていくだけで、ほんなおばちゃんじゃあって言ったら、あの、ねぇ、なんかこう爪痕俺も残したいから、ほなたおばちゃん今日祝、祝日、祭日やし、結構、 やったら見てくれる人おるんちゃうか言うて。で、ちょっとインスタライブ2回目、急遽やけどやってみいひん、て。で、やる言うて、今日のお昼の1時スタートでね、1時間だけおばちゃんと、またね、ちゃんと今度は縦向きにスマホを置いてね、ちゃんと、あのー、やったんです。うん。で、なら、 まあそれも結構結構な数見に来てくれてましてねありがたいことに <laughs> まあでももうねそれイン俺が今日インスタライブやろうか言うてもう俺も T シャツ届けに来てほなな言うて帰るのもなんかあれやしな言ってだもうおばちゃんが「<laughs> ええやろジャックお前 T シャツ置いたらもう帰れとっとと」言うて言うんやんかなんでそんなあれやねんつって師匠に向かって,って。 もうめんどくさいね。もうおばちゃん何んかあったらめんどくさい。めんどくさい、もう。いや,やー言うてどう。でもどっちみちスタートボタン押してやで。おさ,おおさんでもずっと喋ってるから、同じように。ただスタートボタン押すだけやん。でもコメント入ったら俺が読み上げて、ネ、ね、タ、ねね、ふりするんやから、おばちゃんいつも通りにしとったらええやん。別にめんどくさいことないやん。つっ,って。いやーめんどくさいわ、言いながら。 なら、まあ、病んでええ言うて、スタートボタン押して、縦向きでね、ちゃんとね。なら、確かにおばちゃん眠かったんやろな、最初。しじみみたいな目しとってんけどな。あの、やりだしたら、目がギラギラ。やっぱり、あれ、なんかこう、タレントの血が騒ぐんやろな。コメントも、おばちゃん、いつも見てます。おばちゃん、元気で、大好きです。みたいな、もう、80%、85%ぐらい、もう、おばちゃんの圧倒的なファンやから。 ほ、ね、んならも,もうおばちゃんガーッとテンション上がってきて、ね、もう目、目、くわーってなんかこれね、あの近くで、えー、おばちゃんと接しな分かれへんねんけどね、たまにね、おばちゃん、こう乗ってる時の目、結構怖いんですよ。あのねこれ、写真見比べてほしいんですけどね、マイク・タイソンの目に似てるんですよ、おばちゃん。で また今日ギラギラってして、マイク体操みたいな目してきたなと思っとったら、もうおばあちゃん、調子乗って、うわーしゃべっとって、うん、で、<coughs> ね、えー、T, T シャツも作んなや、やめんどくさい、もう売るのめんどくさい、私、ちまちまって、ババア別に売れへんやんけって、俺がライブハウスでいつもライブ終わった後に、コツコツ売ってるんじゃないかって思いながらね、ほんならもう、なんかもう、ギラギラってなってきたよな、おばあちゃん。 T シャツ作って言う <laughs> <っ>て、うて言て、また、めんどくさくなるの俺やから、それ、和歌山で売る分の極秘のやつやから、それ、ほんまは。うん、ねまたそんな、もう、あのババアはもう、後先考えんとやるから、ね、うん、 もしね、若山でもしそれが全部は、わからんで、わからんけど若山でもしその20枚が全部はけてしまったら、インスタで今日、バーっておばちゃんが、白バージョンもええやろう、かわいいやろう、っておばちゃん、人気あるおばちゃんがそういう風うに言うたら、欲しい言う、さっきももうチラッともう欲しいです言うメール来とったわ。そんなんで来るやん。ほんな待ったやで、昇進者の俺がやで。な、また、 20枚追加でって、一番最小の20枚追加でって、なるやん。それがもう、これから冬やのにさ、もう T シャツ、もういらんやろ、もう <laughs>。ねえ、なんかもうちょっとね、もし、もしこれはね、このラジオを聴いてる人は、もしその和歌山の、その、なんか、ね、それで売れ残っ たら、売れ残った分だけ、もう通販とかはやらないですよ。もう俺のライブで、えー、もうちょこっといつも通り、こそこそっとホワイトバージョンも売らせてもらいますんで、ぜ、え、ひ、ー、ね、えーまあ、T シャツはね、言うても何本あってもね、えー、まあ、えー、いいんでね、ぜひ、えー、売れ残った場合は皆さんご協力お願いいたします。はい。 6時29分、もう30分が過ぎようとしていますけども、<laughs> あそうそう、インスタライブの方は一応、えっと、なんか、なんやったかな、そのアーカイブっていうのの,のボタンを押した記憶があるから、うん、今日のやつも、えー、まだ、えー、残ってると思いますんで、ぜひ、えー、見ていただけたらなと思っております。<laughs> はい ええー、とですね、今日、ほんで、ええー、まあね、これ、堀ですさん、今日また来てくれてんねんな、堀ですさん。<laughs> 手上げてる <laughs> あ。あかん、俺、堀さんみたいな、安心感から笑けてくんねんけど、さっきもね、3時半から堀さんとね、おっさんラジオ言うの、これまたね、あの、僕のこのお疲れでを聞いてる、 ね、ファンの方はぜひね、あ、でもぜひ進めるの、こそっと、こそっとね、えー、堀勇樹のあれこれラジオでいいんかな、えー、検索してしたら、堀さんの YouTube チャンネルにあるんで、そこでね、僕と堀さんが、もう本当にもういい話もするけど、もう90%ぐらいしょうもない話、しょうもないっ言ったら、 したらあかん話してますから、それでね、ぜひ、あの、根強い、ね、もうその、他のラジオはあんまり聞いてへんけど、その、堀さんとやってるね、あれこれ YouTube っていうね、えー、ラジオ、公演で撮ってるから、僕らは公演ラジオって呼んでるんですけど、その公演ラジオのね、根強い不安がいて、えー、ね、 あのー、そこでほんまにあかん、おっさんがあかん話してるんですよね。うん、それがまあまあね、あのーうん、まあ、変に熱があるというか、面白いんで、ね、ぜひね、そちらの YouTube も、えー、こそっとね、えー、もうこれはで、でもこれだけ約束してほしいね。聞いたからって言ってね、もう、あのー、 お怒り君にならんとってほしいねん、もう。怒りのあんな発言ダメですよとか、ね純粋まっすぐさんのリスナーがたまにお叱りしてくる。いや、わかるよ、叱なんか、なんか、あれあかんでしょうっていうことをね、直接このタレントに言うてくる、来れる時代やから。でもね、もう、それはちょっとね、もう、 公演ラジオということでお許しお願いします。もうそれはもうね、それはそこの、その文化だけは残したいねん、俺。あの、なんか、なんかあかんこと言える。うん、ぜひね、あの、こそっと。もうもう、なんか、なんやろ、神経質で、もうジャッジが厳しい方は本当に聞かんといてください、ほんまに。それだけね、えお願いします。ね。今日もね、前半、 30分、30分30分で 1, 1時間取るんですけどもね、最初の30分ね、ほぼうんこの話してました<笑><笑>あ。あかんやろ、あれ。ほんま。何やで、ね、アドラジオ、ほんま。俺やってて、俺これ、大丈夫かな、思いながらねえ、喋ってますからね。えー、うーん、まに。 ほんまほんまもう、お、おおお怒りはやめてくださいね。ほんまもう僕らもアホやー思ってね。アホやなー思っといてください。ほんまに。うん。ねでね、今日そ、公演で撮ってるんですよ。そのラジオってね。猫がおったり、知らんおっさんが横切ったり、たまに話しかけてきたり、そういうちょっとハプニングもあって、おまあね、俺も堀さんもおっさんやから、おっさんの哀愁とかね。 えー、もうちょっとこう生きにく,くなってきたこの時代におっさんも必要やで言うようなおっさんの必要悪とかそういうことをいつもしゃべっている、まあ、自,自虐的なことですよね自分ももうおっさんやからそういうのが面白いラジオなんですけどもね僕はねうんだからまあそうたまに参加してくる おっさんやおばはんもおっておもろいんですけども、今日ね、やっぱり祝日やからんかね、あの、公園にね、めっちゃ子供多かって、めっちゃ子供わー、遊んでて、で、子供のね、お父さんとかもおってね、で、そんな中、その公園で俺と堀さんが人とって喋っとって、うん、ほんだからいつも座ってるベンチにやっぱり保護者のおっさんが、 お,お父さんが座ってるから、俺らはちょっと出遅れて、なちょっとあのちょっと公園の端の方に、なんやろうたたタコ、タコのなんかオ,オブジェっていうか、なんやろうな、あれ、タコの、鉢巻き巻いたタコの、なんやろう、石でできたようなのがあって、その前にポツンポツンって、なんか、あれ、なんやろうな、オレンジ色のかぼ、みかんむいた跡みたいな感じの。 椅子、椅子っうベンチっていうか、なんかそんなの置いてあって、そこで座って、堀さんと喋っとってね、今日ラジオ撮ってたんですよ。ほんならね、もう子供多いでしょう。で、こんなおっ、もう公園には似つかわしくないおっさんが、なんかか,かぼちゃの椅子に座って喋ってるから、興味持つんやろうな、あれ。あのー、ちっちゃい女の子がね、あのバーっとその、鉢巻キ巻いたタコに、 乗ってきてねじーっとお俺と堀さんを珍しそうに眺めてくるんですなおっさんとか俺得意やけどおっさんとかおばはんは得意やねんけど子供って俺得意じゃないねん。やししかも今の時代なんか子供に喋りかけたらあかん風潮もあるしさなんか。 なんかこう、俺はちょっと車に構えて、あかんかん、どうしようって思っとったら、堀さんって岸和田の座、おっさんやからもう、あんまそんな関係なしに、あ、お嬢ちゃんかわいいなあ言うて声かけとって、うん、だから、あ、すごいな堀さんってやっぱり、って、そういうの素でできるんやな思って。だから その女の子が、うまい、かわいい、なんか、ピンク色の、なんか、紙パッチみたいなのをね、ピン、ヘアピン、ヘアピンをオンってしてたんですよね。うん。だから、わー堀さんが、その、お嬢ちゃん、かわいいの、頭に乗せて、それ、金分か、言 <laughs> て、も金分つけるわけだよや、ここに。ほんま、もう、俺、笑けてきて、ほんま。 おっさん丸出しやな、思って。<laughs> かな、かな分ここに付けるわけないや。<laughs> ほんま、かな分か、言うて。<laughs> か子供、子供さ、めっちゃ、まだ5歳ぐらいの子供やで、ね、5歳ぐらいの子供がさ、 それ空分か,か言われた子供がさ、けなげにめっちゃ困ってて、めっちゃ。ほんで、こま、困った上で、細ーい声で、ヘアピンって <laughs>、ちゃんと言ってて。<laughs> あれ、あれ、あれ、やばいで、って思いながら、むっちゃおもろかったわ、俺、もう。 あ、あんな、なんかこう、子供にさ、昔俺らもこう、自分が子供の頃にさ、おっちゃんとかおばちゃんとか喋りかけてくれたやん。だから、あ、あ、ああいう喋、なんか子供に喋ってくるおばちゃんとかおってさ、子供ながらに、あ、おっちゃん、おばちゃん、言うてなんか好きやったけどさ、そういうおっ、おっさん。 あれがさ、俺自分でできへんのよね。なんか不審者に思われるんちゃうかとか、そういうふうに思ってしまうから。うん。でもなんかそれを今日さ、素直に言えてた堀さんがもう羨ましいというか、あなんかこういうおっちゃんええよなー思ってね。うん。うん <laughs> いいえ。それだけじゃ、それだけじゃないね。もう、かなぶもう細かいこと言うていいよ、俺さ。あのな、かなぶだけでもちょっと子供困ってたのに、その後に、ラジオやから分からへんけど、その子供に向かって、めっちゃウィンクしとったやろ。<laughs> あれ、あれ困るで。あれ、これも <laughs> めっちゃウィンクしとって。 何やね子供にウインクすんの、あれ。やめてくれ、もう。うん、まあ <laughs> もう。ただでさえ、俺は、俺にとっては堀さんやから、目の前のおっさんが急にウインクひし,しだしたら、ちょっと引くで、あれ、ほんまに。ウィン 堀さんのウィンク見たん、初めてやったからもうおもろかった、もうね。ねまあそんなねまあそ、その、それもだから、その、あのね、公演ラジオの方で、ライブ中継で、ねそれカットもせず流すんでしょあれ、編集してね。ぜひ。 うん、そっちもね、このまた明日ぐらいか明後日ぐらいに上がると思うんで、そっちもまたまた、えー、聞いてください、ほんまにね。えー、さあ、あ、えー、あとですね、まあ、えー、さ二十分 <coughs>、そうですね、えー。あ、そうそう、あのー、映画先週ね映画あのー、映画続いてましてね、もうね。 えー、今ちょっと話題でしょ。ゴジラマイナスワン、行ってきましたよ。はい、あ。ゴジラマイナスワン、まあ僕、新ゴジラ自体もね、前シン新ゴジラがすぐ、まああれアカデミー賞も取ったもんね、日本の、日本アカデミー賞。 まあだから、ゴジラ言うだけで、あまりもね、普通、その、僕らよりも、もっと上の世代、だから竹内義和先生とか、あの辺はもうゴジラ大好きやから、え、ゴジラって飛びつくんですけど、僕結構冷めててね、ゴジラ、んーって、ウルトラマンの怪獣の方が好きやったね。で、ゴジラって言ったらそんなに、まあ、んっていう感じやったんですけど、 あのシン・ゴジラを見に行ってね、庵、え、野、ー、秀明は監督は僕、ね、やっぱり好きやったんで、その人が手掛けるって言って、新シリーズのシン・ゴジラっていうのでちょっと見に行ったんですけど、まあ、これにね、僕、嘘やんいうぐらいおもろかったんですよ、え、マジで、ごあ,あのゴジラをこ,こんな風に作ったら、こんなに面白いんやって。 その大人が見るゴジラやん、これ完全にって思ってね。あのー、ほんまに,だに、あれは、新ゴジラはゴジラ体操なんていうんですかね、えー、日本政府のね、えー、戦いでしたよね、あれ。でも、むちゃくちゃ面白かって。 もうおもろかったからなんやろうねなんかもうテンション上がってねもうそのあの「シン・ゴジラ」もあれ何年前 ?7 年5年5年7年56年前やなあれなあの時でだから俺もあれ何歳40う言うても4667歳の頃やろなあれあれでめっちゃさ「ゴジラ」がおも「シン・ゴジラ」がおもろかったから当時あの 当時の、今僕よく行く、ええー、ね、あの、かまさんの居所やおせっかいいうバーがあるんですけど、も、そこのね、えー、バイトの女の子がおったんですよ。うん、その子僕、そのむっちゃゴジラおもろかったから、あもう一回見たいから、その子を誘おう思って、新、えー、ゴジラ一緒に見に行けへん、つったら、もう即答で嫌ですって言われたんですよ。で、 むちゃくちゃショックやってね、あ,あそうか、思って、まあ、そゃおっさんが、新ゴジラ見に行こうでも、そら、嫌やな、思ってね <coughs>、っていう、ちょっと苦い記憶もあんねんけども、えー、まあ、面白かったので、ゴジラマリナスワン、あんだけ面白い新ゴジラの次、大変やろなって思うとって。えー、なんでや、これがね、ちょっともう、ほんまに見に行った人やったら分かってもらえるんですけど、 あの、ゴジラマイナスワン、あれやで、新ゴジラ超えたんちゃうむちゃくちゃおもろかったわ、俺。あのー、監督がね、ちょっと今名前忘れたんですけど、あのー、僕もともとその、えっと、3丁目の夕日、オールウェイズ3丁目の夕日、あれめっちゃほのぼのとして、えー、ね、あれ、高度経済時代の日本、あの東京タワーができるかできへんかの頃のね、 戦後のあの辺の話を本当にほのぼのとして、えー、もう「オールウェイズ三丁目の夕日」めちゃ好きな映画なんですよ僕。であと、えー、あれな永遠のゼロ永遠のゼロも、えー、なんか良かったな思ってたんですけどもなんかそういうちょっとねほんならもう時代背景があるようにもうだから、えー、太平洋戦争が終わった 第二次世界大戦が終わった直後の話なんですよね。戦争でひどい面があったのに、むちゃくちゃなことがあったのに。で、それでやっとほっ、ちょっと戦、復興に向けてほっとして、徐々に徐々にってね、頑張ろうって言うてるときに、そのときにゴジラが来たらっていう話なんですよね。 またすむ,むちゃくちゃにされるんですよ、ゴジラによってね。うん。っていう、その時代設定が。だから今回はその、えー、もう戦争が終わった後やから、別にその、なんて、GHQ が支配してたから、そんな日本国、だゴジラ対日本国みたいな、そんなんじゃないんですよ、もう。本当にこう、ね、あの、 あれなんやろうなめちゃくちゃ、で、しかもストーリーが人間、人間にある、あの、あ、ああこれ三丁目の夕日、オールウェイズの監督やな、いうようなね、むちゃくちゃええストーリーなんですよ。うん。んで、まあ、よ,よく、ゴジラって、 対ね、キングギドラとか、ゴジラ対モスラとか、いろいろこう、いろんな表現があるんですけど、僕はあえてね、今回の映画はゴジラ対神木隆之介ですよ、あれ。ゴジラ対神木隆之介の映画でしたね、あれは。うん。<laughs> ほんま。それぐらい、こう、神木隆之介くんがまた、むちゃくちゃいいから、これ、もう。 俺もうどんだけゴジラでおっさんおいおい泣くよ。むっちゃ泣く。うん。ねえ。えー、ぜひね、見に行ってほしいな。ゴジラ、ゴジラマイナスワン。これ、よかったわー。もう、うちもよかったしね。うん。そうやな。うん。 で,で、僕は、そんな、なんか、映像うんぬんとかいう方面では全然、その、どっちか言ったらね、ストーリーが良かったらええわ、いう人や、人なんであ、あの、あの映像がどうのこうのっていう方には僕、あんまり、言わ、別に言わんでええ人なんですけど、その、映像や、どうや、って言うてる側の人らも、今回評価高いらしいですよ。うん、なんか、 まあう海,海,海なんですよ、すごい。なんかね海,海の中での CG みたいなのが結構難しいらしいんですけども、こう,うねりとかしぶきとか、そういうのとかもう全然もう違和感なくというか、もう見れたし、うん、よかったですね。うん <laughs> あのまあ、ぜひ、えー、見行っていただきたいなと思います。そしてね、えー えー、これはやっぱりね、えー、ミに行とかなあかんやろうってもう僕大好きな映画なんですけども「パ、えーフェクトブルー」竹内義和先生の名作ですよ原作竹内義和「パーフェクトブルー」が25年ぶりかな あの今、最上映かかってて、で、まあ僕は VHS も、当時25年前も映画見に行って、で、えー、VHS でも見て、もう何遍も見てる映画なんですけども、今回はなんか、ものすごい、俺よく分からへんけどその、映像とあと音、音がものすごい今の音になって、 えー、えげつないっていうことで、えー、それが、えー、とあれどこナンバーパークスでやってたんですけども、えー、パークスであの結構なんていうの人が入ってで心斎橋をなんとかいうえ映画でも映画館でもやりだしてでその心斎橋の方が終わってもう一回これなんかめったにな,らないらしいんですけどもう一回パークスでも 最上映で、ちょっと最上映の期間がのげあ伸びたみたいでねで。その時に見に行かなかな、ね。やっぱり、竹内先生やしね。もう僕なん、な、もう、四五会話もうパイフォートブルー見てるから、うん、ね、知ってるけども、でも見に行こうと思って、えー、行ったんですね、この前。だから、いや、あれ、音がえまあ、でもね、 あそうかと思ったあれなんかいじってんのかなやっぱりあのかっこいいですよこれもうあの映画館大きいね映画館のスクリーンにね「パーフェクトボール」始まっていきなり最初にボーンって画面アップでね竹内義和原作って出るんですよう先生かっこええなあ思ってねでそっからこうバーっとこう話がまあまあでもあれ久々に。 久々に、やっぱ、ストーリー忘れてるところもあるね。んで、やっぱり原作が、原作っていうか、その、ね、コンサトシ監督が素晴らしいから、うそれで、あのー、ね、えー、なんやろ、リメイク、リメイクじゃないねんな。ただ、そのま、そのままを、お音、音とかをすごい、ね、えー、よくした、今の技術、技術で、えー、 最上映ということでね、ものすごい、あの、ライブ感覚の音がすごかったですね。で、まあね、面白くて、あの、引き付けられました。もうやっぱり、うわうわでもやっぱり竹内、吉一武士が、いろんなところで発揮されてて、ここか、ここかいうぐらい、もうね、えー 怖いんですよ。あの、えー、みまちゃんやったかな。えー、その、三、三、だから、あれ、二十五年前にようこれ作ってたなぁと思、作ってたなぁって思うのが、その、今でも全然あれやん、普通やんって思ったが、三人組のアイドルのセンター取ってた子が、えーまあま、その三人グループよりも、その子が売れてるから、あちょっと、 ねね一番その3人組の中ではセンターやけどもリーダー的な存在で、えーね、年齢もちょっと他のメンバーか、うん、年いってるからならちょっとこう女優の方にね、えー、あのアイドル3人組をやめて。 えー、脱退宣言させて、女優の方で、でその女優の方で、ちょっとこう、やっぱりね、えー、伸び悩んで、ちょっとこう水着、水着の露出度が多くなるみたいなね、それをやっぱりね、誰が良しとしないかって言ったらね、やっぱりもその3人組のアイドルやった時の強烈な、熱烈な追っかけ、オタですよね、今でいう、そのオタが、まあ、許さないんですよね、それを。でそれを もう歪んだ気持ちでねえー、その、えー、ゆ,ゆ,ゆまがどうなっていくのかっていうねここが、えー、みまみまちゃんかみまがどうなっていくのかっていうねとこそこに、えー、もういろんな殺人やら なんやらいろんな事件が起こり出してっていうね、サスペンスホラーなんですけども、アニメですからね、アニメで、あの、細かいその心理描写入れながら、そういうなんていうか、最、最古的な、えー、ね、ホラー要素をグッグッグッってこう入れてきて、観客の俺をどん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 攻めてくるっていう、あ,あれはね、 やっぱり竹内義一の、あれやな、原作やなって思わす、うん、感じやったなうん。改めて、今の、えー、時代のスクリーン、映画館で、あれを見れたことが本当に良かったですね、えー。めちゃめちゃ面白かったですね。うん。ストーリー最後知ってるんやけど、 ひょっとしたらストーリー最後変わるんちゃうか思いながらねえ見てたぐらいのめり込んでえ見させていただきましたで映画ボーンって終わって結末があってうわーこのこの結末やられたなーってまあこ,れまあこれは僕は知ってるからねやられたなーっていう結末があるんですよんでボーンってちょっとはあってほっとしたあと ちょっとどんよりもしたラストなんですよね。やっぱりパーフェクトブルーっていうだけあって。っていう気持ちのままスクリーンをパッと見たらね、またそこにも一番最初に竹内義和原作っていうのがダーンって出るんですよ。あれちょっと先生、むちゃくちゃ再評価されるんちゃうかな、あれ。うーん。ねえ。まあ、あれはかっこいいな。うーん。ね、ぜひ。えー いやか今度ねまた12月の第2水曜日やから何,よ何えいつになるんかあれですけど第2水曜日にねまた肥後橋のアワーズルームっていうところで竹内先生と僕が月1回やってる TJ ブルースっていうのがあるんですけどもそこでねまた僕は熱く先生見に行きましたよっていうのをねちょっと語ろうと思ってます。ぜぜひぜひえねあの見に 来ていただけたらなと思います。はい、えー、いい時間ですね。<laughs> まあまたほんでね、さ、え、あ、ー、ライブライブで言ったら今週これねライブあの告知ってねほんまにねあの用意しとかなあかんでってこの前の TJ ブルースでも言われたんですけど、えー、し,つしつこいぐらい告知しとかなあの見る側はいつ その見た日が告知の日やからっていう、告知はしとかなあかんねんつって、インスタとかね、そういう、ツイッター X ですか。あれでもやっとかなあかんねんって言われたから。だから、11月はもうないんですよ。もうライブ終わったんでね。12月の第2水曜日、TJ ブルース。そして12月の19日が、え、ー と『ピーチパイ』不思議なピーチパイナンバーベニズルでありますんでね是非来ていただきたいなと思っております、えー、この日はね花毛のおばちゃんがね歌手デビューするんですよ1、えー、12月19日のベニズルで,でこれがすごいのすごいなおばちゃんと思ったんが僕はいつもね曲『ウミガメ』とかまた今日エンディングで「 一応、まッスンっていう、僕は勝手にマッスンのことを天才やと思ってるんですけど、あのマッスンの曲で、だから、マッスンっていろんなマジカル・エミちゃんとかね、いろんな結構、地下界隈では有名な人とかに楽曲提供してるんで、その人にね、おばちゃんもね、あの頼むんかなもうたら、まさかの、あの、<laughs> ユ、えースケサンフラワーっていうねやっばいやつがおるんですけどそいつに曲提供をお願いして、えー、それができた言うてね、えー、すっごいどんなんないん言うたら「OKOK ババー」ってどんなやねん「OK ババアって何 <laughs> やねん,、OK、ババん,やねんほんまもうまあユースケサンフラワーもや,やばいですからねちょっと OK ババア聞きに。 来てください。ということで、えー、リスナー様、今日はありがとうございました。見に来ていただいて、そしてまた来週も生放送です。えー、皆さん生きて会いましょう。山田ジャックでした。お疲れ様でした。